昔、ドウダヌキはこう言った。タヌキの喧嘩に天狗が出る。これはダメじゃ。天狗の喧嘩にタヌキが出る。これもダメじゃ。私はその言葉が気に入らなかった。ずいぶんタヌキ臭くなられましたな、父上。よく帰ったな、息子よ。兄貴に二代目が帰国されたと言うんだ。奴は我が息子ではなく、天狗でもなく、二代目でもない。ちょっとはタヌキ界に貢献しろ。井戸の底のカエルにも守秘義務というものがあってね。愚帝が迷惑をかけてしまったようで申し訳ない。どうしてそんなひねくれたアホになってしまったの。タヌキたちを鍋から守るためだ。この矢三郎にお任せくださいませんか。今年も楽しくなればいいけど。面白くなるわね、矢三郎。なせばなると人は。姉ちゃん生きてた。俺の自信に根拠というものはないんだよ。そこにいるのは誰。下鴨総一郎が三男、矢三郎でございます。人間に化かされるなんて情けない。神羅万象、これエンターテインメントよ。下手に巻き込まれると尻の毛に火がつきますぜ。あら、私は面白がっているのよ。面白きことは良きことなり。